何もかも捨てちまえよ。あーパイプパイもひどい楽祭もどうしようもない知事、人は終焉から逃れられない。誰も抗えない欲望に従え、日本を休めぬためにと守れ。誰もお前のことなど見ちゃいないさ。おかしくなってしまうことをどうして恥じらん。お前らに完璧で間違った道理など教えてやるから、一斉のレースで立ち前そうだ。命ならば何十万百万千何万回学習しなさいな。どうしたってさ、空っぽの時代がつだろう。分かってるのかい。教えてやるから、一線のめくるちまい惨めな姿で、30万で30万億人の中でさ、そして埋もれていたって一生どうして消えるのだろう。ねえ世界が煩っている調子は健常者でさ、目が狂うような光を放っている。そんな悪魔がお前の身を揺るぜ。神とやら今どうしゃべるだよ。